はい、作家でヨガ講師加古です。今日はね、昨日なんかでかい、先日でかいあのシンキングボール、ごめんなさい、ずれちゃった。シンキングボールを鳴らしましたけども、はい、あれ、長年使っているあのこれね、もう2013年インドの利敷市で買ってきたシンキングボールです。もう私とは10年のお付き合いのシンキングボール、もう一回鳴らそうかな。はい、いかがだったでしょうか。はい、今日はですね、顔ヨガやっていきます。先日もね、顔ヨガの実はね、古いあの撮影、1年前の撮影のあの前回の、ライブYouTube には載せてしまったんですけど、今日のね、新しい今の私の顔見てくださいね。でもしあのお手元に鏡があれば、自分の顔ね、こう見てください。しっかりと真正面に鏡を置いてくださいね。そしてどこを見るかというと、口元、口角ですね。そしてほうれい線、目の大きさ、ちょっと髪の毛払います。眉毛のね、あの眉頭が揃ってるかどうか、そしてこのフェイスライン見てください。あの今ですね、顔ヨガスタジオでは、2月いっぱい養成、顔ヨガの養成講座やっています。で、来週でね、卒業なんですけれども、本当にその方、顔が変わりましたよ。そして、まあ月謝の生徒さん、養成講座ではないんですけれども、月謝の生徒さんも3ヶ月ね、毎週月曜日14時半から、レッスン受けてくださって、カポヨガスタジオのレッスンは全部70分レッスンです。顔がね、本当に変わったの。で、写真、カポヨガの場合はレッスンの前とレッスンの後に必ず写真を撮ります。あの人間の記憶はね、当てになりません。なので写真を撮っておくと、そのフェイスラインですとか、肌の色つやとか、目の大きさとか、口周りの筋肉ね、ほうれい線がどうなってるかっていうのは一目瞭然。もうフェイスラインはね、本当にワンレッスンですぐ上がってしまうんですね。はい、ということで、あのオンラインでもあのフェイスライン、あのフェイスラインで顔ヨガのレッスン受けられますので、よかったら受けてください。はい、寺西さん、あのご視聴ありがとうございます。はい、あのオンラインでもね、受けられますから、女性だけじゃなくて男性もですね、この顔の筋肉、表情筋と言いますが、体も顔も漏れなく、この皮膚ですね、皮膚と、そしてその皮膚の下にある筋肉、そしてリンパ、血流ね、あの同じです。で、骨が骨でできてますね。で、筋肉がやっぱり偏って使っていると、顔もね、あの引っ張られちゃって、骨が引っ張られちゃって歪んでしまうんですね。なので今日はちょっとね、顔ヨガをしっかりやっていきたいと思います。皆さん、自分の顔ね、鏡でチェックされましたでしょうか。で、顔ヨガをやると、鏡を見る習慣がね、あのつきますので、とてもいいかなっていうふうに思います。はい、それではですね、今日は何をするかなと思うとですね、このほうれい線を、ほぐしていく、口輪筋っていうんですけど、口輪筋をほぐすのと、あと目の周りの筋肉、眼輪筋と言いますが、目の周りの筋肉をね、しっかりあのほぐしていきたいなと思います。これはもう男性でも、あのパソコンとかスマホとかやってる方、目が疲れますので、とてもいいと思いますね。まずはじゃあ、あの口輪筋からいきます。口を大きく、あ、い、う、え、おと大きく開けましょう。それではいきます。あ、い、う、え、お。このおはですね、ほうれい線とこのまぶたの下のね、あのたるみが取れますから、思いっきり大きくおーと仲良くやってください。もう一度いきます。あ、い、う、え、お。さあ、ラストになります。あ、い、う、え、お。
どうでしょうか。意外にね、日本語って大きな口を開けなくても会話ができるので、口輪筋がどうしてもね、いっぱい喋らない人は口輪筋がね、緩んじゃうんですね。とほうれい線が出てきます。やっぱり体の筋肉と同じで、表情筋、顔の筋肉もしっかり動かしていかないとたるみが出たりシワになります。私の顔シワ少ないですよ。よく見てくださいね。で、目の下のたるみも実はほとんどないです。はい。で、今日もね、生徒さんに今日は養成講座のロープレ、顔映画のロープレをやってもらったんですけど、生徒役の方はもちろん無料でワンレッスン受けられるんですけど、3名参加していただいて、私30分でも顔が変わったって喜んで帰られましたけど、私が毎週ですね、自分のホームページは毎週じゃないんだけど、グループライン、過去ヨガスタジオのグループライン作ってて、そこには毎回レッスンの後の前後顔やってるんですね。と、先生どんどん若くなってますって言われました。はい、還暦を過ぎております。見えないでしょなんて自分で言っちゃいけないですね。はい、それではね、今度は目の疲れを取りますね。手をね、こすり合ってください。あったかーくしていきます。あったかーくしましょう。はい、あったかくしたら目の上にお椀の形を作って乗せます。ご自分の手の温かさで目の疲れを取ってあげましょう。はい、どうでしょうか。ご自宅やあとデスクワークね、会社でもね、このちょっと1分ぐらい手をこすり合わせて、手の上に手で目を温めるぐらいはできると思うんですね。法的にはパソコン業務をやる人は1時間に10分休んでいいことになっているんですけど、実際会社にいたらね、そんなことできないでしょうし、ご自分でお家でリモートワークしていても、仕事がね、混んでくるとどうしてもそんな1時間に10分なんて休めませんよね。私も自分で原稿を書いたりするとき、もう集中したら何時間も座っちゃいますよね。で、休むとやっぱり集中が途切れちゃうので、なかなか休むの難しいですけど、ご自分の手を温めて、自分の目を温めてあげてください。あと、机に座ってて遠くの景色をね、窓から見るというのもいいですね。はい、それでは目の疲れを取るマッサージしていきます。この目の下のところね、目の周りってお肌、お顔も体の皮膚より薄いんですけど、さらに目の周りは薄いので、あまり強くやらないでください。人差し指、中指で、この鼻の横のところですね、こう骨があるところ、骨を上から下にグッと押します。はい、じゃあ真ん中押します。はい、外側も押します。これあと2回いきます。はい、骨を内側から押します。はい、真ん中押します。はい、外側押します。ラストになります。3回目、内側骨を押します。はい、真ん中押します。はい、外側を押します。はい、それでは親指を立てて、はい、眉毛のところ、前頭を下から上にぐーっと突き上げます。骨なので強く押しても大丈夫。はい、ぐーっと押します。はい、眉尻を押します。はい、前頭、真ん中、眉尻、前頭、真ん中、眉尻です。はい、どうでしょうかね。少しすっきりしましたか。では人差し指を三角にします。ちょっと猫の手みたいですけどね。はい、眉頭に当てます。はい、息を吸って、はい、ぐーっと生え際まで、そして生え際を通ってこめかみまで、こめかみ来たら、はい、ぐり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 、こめかみマッサージです。5秒ギュッと押します。息を吸って、5、4、3、2、1、緩めます。はい、眉頭に人差し指の鋭角を当てて、はい、ぐーっと引き上げて、はい、こめかみまで来たら、ぐり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 マッサージ。5、4、3、2、1、緩めます。はい、眉頭に人差し指、
当てて、はい、生え際通って、こめかみ通って、はい、ぐり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 マッサージです。5秒押します。5、4、3、2、1。はい、どうでしょうか。少し楽になりましたでしょうか。で、おでこのところね、眉毛のところに指をかけて、はい、ぐーっと引き上げます。はい、これも3回やっていきましょうか。はい、ぎゅーっと引き上げます。はい、ラスト。はい、ぎゅーっと引き上げます。なんか目の疲れが楽になってないでしょうか。で、目の玉をね、ぐる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 ね、動かすのも目の疲れを取って、眼輪筋をね、しっかり鍛えるので、なんだっけ、ピントがずれちゃうの。遠視じゃん、乱視だ。乱視の防止にも、ちょっと一回だけやりますね。上、下、右、左、上、下、右、開いて目をぐるぐる動かしてあげると、眼輪筋しっかり使えるのでいいかなと思います。はい、今日は顔ヨガをやりました。それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師、カコでした。最後にもう一回ね、シンキングボール、私と10年お付き合いのあるシンキングボール。